どうも皆様こんばんは。いろんなものをたくさん買っていって、ああ毎回どうやって音を判定してればいいんだろうなと悩んでいるセコリタ3世でございます。というわけで昨日も動画出しましたよね。これですよ。比べてみてですね、どんな感じだったのかって出したと思うんですけれども、コメントでですねめっちゃいいコメントをいただきまして、これでございます。じゅんじさん、オーディオフレクエンシーアナライザーというアプリで音をグラフ化できます。有料ですが使ってみてはどうでしょうか。ありがとうございます。そうかそうかと思った。マジで俺今まで自分の耳だけを頼りにあれこれ喋り考え、あーどういう感じかって伝えてきたんですけど、そうか機械的に判定すればいいのかということを今気づきました。今です、マジで。ということで早速ですけれども、これをですね買ってみました。もうアプリの中に入れたんですよ。1100円しましたけれども全然いいです。1100円でですねいろんなものが判定できるんであれば安いものですよ。ということでビシッと買ったんですけれども、どういったソフトなのかっていうのを、まあ、簡単にですね説明しますと、オーディオフレクエンシーアナライザー、ハイファイオーディオ用スペクトラムアナライザー for iPhone というタイトルになっていて、オーディオ信号を高精度な周波数解析技術によりスペクトラム解析し、その周波数特性をリアルタイムに測定表示します。え？どういうこと？って思った方も多くいらっしゃると思うんですけど、要するにですね周波数ですよ。音の高いとか低いとかっていう音を機械的に判定してくれることができると。高音がすごい弱いんじゃないかとか、声域が弱いんじゃないかとかって僕は言うじゃないですか。それが本当にそうなのか、皆さんの耳でも判定していやこっちの方が良かったんじゃんっていう、その人間の曖昧さ、体調とかさ、そういったものもそうだし、その時の気分とかでもすごく変わるじゃない。判定って変わることなく一定にしてくれるっていうソフトです。どうでしょう、どんどんマニアックになっていきますけれども、ついてこれているでしょうか。周波数のですね帯域としては 20Hz から 23kHz までいけるっていうことなんで、まあ人間の耳ですよ。20からまあ 20kHz ぐらいは聞こえるって言われてるんで、その範囲内なので、いわゆるですねハイレゾとかそういったものは判定できないっていうことみたいなんですよね。画期的なのが iPhone のマイクを使って判定するんですよ。なので大掛かりなマイクとかそういったものをパソコンとかも必要なくって、これ1台でできるっていうのも非常に魅力的だなと思って買ってみました。実際にですねこの画面を見ていただくと、こんな風にですね起動した瞬間に画面が出てきます。 X 軸ですね、横長の X 軸が周波数です。右に行けば行くほど音が高い、左に行けば行くほど低いというものですね。で左側の Y 軸がいわゆる原因なのでデシベルですよ。だから音の大きさっていうことですね。そういったものがこう客観的に分かるというようなソフト、まあ俺も今これぐらいしか分かんないんだけど、使っていけば分かるでしょ、大体覚えてくるでしょっていうことで、まあ覚えてきたらまた改めて説明したいなと思いますけど、とりあえずいっぱいあるんですよ。うちにはスピーカーが Bose もあるし、なのでとりあえず時間があんま長くなってもしょうがないんで、ある今パッと目につくやつね、クローゼットとか入れちゃってるやつもあるから、今パッと目につくものでちょっと判定をしていきたいと思います。というわけで長くなっちゃうんでいきましょう。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。じゃあまずはですねこちらアンカーのサウンドコア1からいきましょう。おおめっちゃわかる。あ、やっぱ俺の声入れちゃダメか。はい、ということで今パッと見た感じは低音がちょっと弱めなんかな、僕らが聞いた通りの音な感じですよね。高音とかちゃんと出てるけど低音がいまいちなのかなっていう判定通りになってるのかなというのが今聞いた感じはしますよね。サウンドコア2いってみましょうか。サウンドコア2、これあーさっきと明らかにグラフに違いが出ますな。何これ、めっちゃ楽しい、やべえ、ゾワゾワしちゃうな。昨日出したこのトリビットいきましょうか。
強く出るんだね。むしろ低温の方がグラフがでかかったから。あ、そう。そういう判定になる。そうか、やっぱあれだね。自分で聞いてるのよりも機械は正確に出るんだね。じゃあ次 JBL 行きましょう。よりも低音が効いてるのかなっていう印象ですよね。ちょっとだけ効いてるような気がする。じゃあ坊主いきましょう。サウンドリンクミニです。やっぱり低音がこうズーンと深いなって思ってたんですけど、グラフ的にもやっぱり深く出ますよね。へえ、面白い。じゃあそしたら今ちょっとパッと目につくところにあるのは BOSE のホームスピーカー500、これもあるのでちょっとこれも流してみましょう。サウンドリンクミニよりも全然低音強いですね。へえ、面白いなぁ。というわけで今回はですね、いろいろ買ってみたスピーカーをですね、こう測定してみたという非常にまたまた地味な動画でございましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、まとめて言っていくと、俺の感覚合ってた。大体合ってたんじゃない？でもなんかそのグラフ的にも、あ、こうかもなって自分が感じてる体感と、まあまあまあ多分一緒だったと思うんだけど、ちゃんと数値化されると、曖昧だった部分っていうものがはっきりとして、すごく面白いなって思いました。いや、こっちとこっちどっちが音がいいかなとか、低音がとかどうとかっていう風な、高音はちょっと弱い気がするとかっていうのも、気がするっていうものがちゃんと数値化されると、人は安心するんだなと。あ、やっぱこうだったんだなっていうのが改めて分かったので、僕的には非常に面白い実験だったかなというふうに思っております。BOSEはやっぱ低音がどうとかどうとかっていう人もいますけど、まあまあその通りなんだなと。数値見てもやっぱ低音がすごい強いし、でも高音もまあ出てるから、それをどう思うかですよね。その低音が好きか嫌いかっていう風になってくるのかなっていう風に思います。サウンドコア1に至っては、まあ低音がまあほぼほぼやっぱり出てなかったのと、2はやっぱり低音がすごい強くなってましたよね。トリビットとやっぱこっちのですね JBL は数値がかなり似ていました。めちゃくちゃやっぱかなり似ているところにいるんだろうなっていうところはよくわかりましたね。やっぱ音質的には JBL のが良かったんだなっていうことが改めてよく分かったなという感じ。今日の動画面白かったですね。個人的にはめちゃくちゃ。いかがだったでしょうか。ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じでですね、皆さんの意見をもとにもうバンバン動画作っていきますから、ぜひ皆さんのですねリクエストも書いて教えてください。というわけでまた明日な。チャオ。